どうも皆さん、ペペシペです。やあやあ、マリサだぜ。今回はオーサンダージャパントーナメントに出場した時の動画です。結果としては準優勝でした。ぶっちゃけかなり悔しい結果となりました。動画は予選と準決勝の動画となります。ってことでどうぞ。さて、週2期の作戦通り A、B 拠点の奪還と死守していくぜ。アルミキ、A 拠点を早急に取っちゃってね。了解、アベンジャーの加速で一気に突っ込んだるで。ヤマトさんはチャーチルで A 拠点裏から回り込むように移動してねー。了解。私は A 拠点に突っ込んでくる敵の位置を確認するところまで向かってるよん。アルミキがしっかり A 拠点踏めるように援護よろしく。あいあい、予選の相手チームの車両がめっちゃバラついていたから、どう動いてくるか全然わからないのよねー。ここなら見えると思うんだけど、裏から来た敵は見えないかもしれないなぁ。あ、やべ、リスする位置間違えちゃった。まあゆっくり来ても間に合うでしょ。来るまでの間 A と B 拠点の間を私が見ていれば大丈夫やろ。とりあえず砲撃支援ペッペしてサーチするかの。A 拠点進行ルートに落としたから敵リスから狙ってきても砲撃の土煙で視界遮れるしの。よし、A 拠点に突っ込めたぜ。オケオケ、なら週2期と合流して B 拠点取っちゃうかね。今のところ B 拠点向かっている敵は見えない感じだね。ってことは敵はC 拠点向かっている可能性高いかな。今のところ C 拠点側から敵は見えていないねー。ならそのまま C 拠点の市街地に行った感じかな。やばい、 C 拠点側からファイアフライ系が狙ってきてる。動けそう？足回りやられて動けない。スペニチはそのまま B 拠点向かってくれ。了解、一応敵の位置の把握しておっかな。多分頭出したらすぐバレると思うから、そのまま A 拠点沿いで B 拠点向かった方がいいかも。序盤で周囲機がやられるのはちょっと痛いな。パッと見ても見えないから A 拠点沿いで向かうか。リスからファイアフライ系に撃たれてるわ。これどう動こうかな。あ、やばい、次で倒されるかも。ヤマトさんはまだリス近くだからちょっと無理に突っ込まないで様子見るかの。私が B 拠点向かうまで無理しないように敵を偵察してくれればいいかな。倒せそうなら倒しておくよ。敵は A 拠点来る気配なさそうだな。多分敵は A 拠点側リスの岩場からこっちを狙って取りに行く様子はなさそうだよ。ってことは残るは B、C 拠点を攻める感じですかね。それだとますますここから動きにくいな。C 拠点から狙撃されて倒されたらこっちさらに不利になりますからね。一応双眼鏡で C 拠点から狙撃できるポジションは見ているけど、車両らしきものは見当たらないのよね。A 拠点側はどうかな。やっぱり車体は見えない感じだね。拠点取り始めましたね。スペニキ、それなら B 拠点取りに行ってくれ。2両の居場所は確定しているから、残り2両はもしかしたら B 拠点に攻めてくる感じかもですね。スペニキが拠点取っている間に援護行けるからよろしく。了解、 B 拠点に来る敵を確認しながら拠点確保するわ。とりあえず A 拠点にいるファイアフライに撃たれて倒されるのも嫌だから、嫌がらせ程度に砲撃支援ペッペしたいけど、あいつリス付近にいるから砲撃支援打ち込めねえじゃねえか。せこいこと考えるわ。そして B 拠点に敵がいるだろうと思ったけど、思いのほかすっからかんだわ。なら拠点確保はより嘘やね。このまま私が B 拠点確保してヤマトさんかアルミキが A 拠点取れば作戦通りかな。ただちょっとではあるけどゲージ削られちゃってますから油断はできませんな。砲撃支援で倒されたりもするからの。最近の砲撃支援はチャーチルすら撃破するからな。てことで拠点にずさー。拠点にさえ入ってしまえば C 拠点から狙われることはないでしょう。 A 拠点側はどう？さっきのファイアフライがずっとこっち狙ってきて動きにくい。それなら拠点側取った後に倒せるか覗きに行くかな。わざと動かないようにしていてもいいんじゃない。でも A 拠点取れないとこのままゲージ削れないで B 拠点攻め込まれたらさらに追い込まれそうなんだよね。あーなんか B 拠点側から撃ってきてるな。スペニキの右側にスウェーデン車両がいるわ。拠点取っているのにこっちは無視ですかい。多分 A 拠点側にいる私たちを倒してから向かうつもりなんでしょう。向かおうとしたけどあっちから出てくれるなんてありがたいやん。スウェーデン車両を大会で使うにしても車両数少ないのに大丈夫なんですかね。今回の大会候補の国はソ連とイギリスが一番濃厚ですからの。一両倒したから残り一両の行方がわからないけど、このまま A 拠点にいるファイアフライが押しに行っちゃおうかね。敵リスから撃ってきているファイアフライは VC なのでイタリアの APDS が撃てるファイアフライですね。チャーチル倒すためにいる車両って感じだな。ってことは A 拠点にチャーチルが来るのは想定済みだったってことかな。 A 拠点は遮蔽物多いし、向かっている途中で遠距離から倒すとなればファイアフライとか使うのが無難と考えたんだろうな。まあ確かにイタリアが来たらちょっと厄介だなとは考えてはいたけどさ、イタリアも出せる車両数は少ないから不利になりやすいと思うんだけどね。煙幕ぶちまいているところにファイアフライおるで。オケオケ、物陰に隠れながら様子見てこっち向いていなかったらそのまま倒しちゃいましょうかね。
あんなところから A 拠点狙えんのか。でもこっちには気がついていないようだし、そのまま倒しちゃうかね。ナイス。これで一応は A 拠点の脅威は去ったから、 B 拠点の防衛に専念できるな。じゃあ B 拠点側に戻るとするかね。あ、 C 拠点側から2両 B 拠点に詰めてきているな。ってことはファイアフライが来ていることは確実だな。敵はファイアフライばかりの構成ってのが分かりましたね。こっちが先に見つけて撃てば勝ちは確定ですな。リロードも半自動装填を抜けば T35-57 が最速ですからな。貫徹力と足の速さを考えたらアベンジャーが強いんだけどね。その代わり砲塔内壊滅したから倒されちゃうのがたまに傷って感じだな。さて、一両は拠点内にいるみたいだけど、岩場に隠れてなきゃいいんだけど。私の位置としてニキの位置なら、拠点内にいる敵はクロスファイアできそうだね。発砲遠確認、シャーマンファイアフライだね。これでゾーンは取られる心配はなくなったけど、二両目が私の方を狙っているから援護よろしく。ここで機銃部分に当たって長弾バレたから下がりますかの。顔出すにしても一度砲撃支援で視界奪ってから出すかの。修理終わったら援護行くから敵を引っ付けておいてね。了解。反対側から回り込んでもいいけど、リスしてきた敵に倒されるのも弱だしな。私たちのところは平和すぎて暇でござる。よし、砲撃支援で視界奪えてる。加害与えるなら今しかない。うげ、相手の方が反応早いのかよ。砲塔内に被害あり、交代して修理するよ。了解。修理終わってステニキが引っ付けてくれたファイアフライ倒しに向かってる。ってことで倒したぜ。ナイス。拠点取りながら修理しようかね。敵はこっちが修理している間にリスして拠点取り阻止してきますからね。 B 拠点取っている間ってかなり不利な状況だから、一人で攻めれないのが辛いところ。拠点が窪地みたいに凹んでいるから撃ち下ろされてしまうからの。岩場に隠れないと C 拠点から放物線かいた狙撃もされるしな。岩場に隠れて B 拠点詰められたら逃げ場もないという。このマップはどれだけ B 拠点を守るかで勝敗決まるからの。普通の野良でやるなら C 拠点から B に突っ込んでいる敵を狙撃したりするんだけど、いかんせん人数が4人だとそんなところで人員避けないしの。そして修理ついでに搭乗員叩き起こしとる。砲撃支援食ってきましたの。まあ言うて当たらんだろ。オフ、ちょっと近すぎんだけど。あ、離体切れちゃったよ。こっちも離体切れちゃいましたよ。まあ離体切れても修理時間早くなったから大丈夫だとは思う。ほんなの秒ぐらいになりましたよね。離体修理時間の改善は本当ありがたいわ。やべえ、C 拠点側から撃たれとる。了解、修理終わったからこっちで対処するわ。あらら、あそこまで堂々と車体晒しているけど大丈夫なのか。敵車両はアベンジャーか。なら砲塔にぶち込めばワンパンやね。 OK、 アベンジャー撃破したぜ。ナイス。 B 拠点の岩場に敵車両が張り付き始めたわ。一両倒したけどもう一両対空車両がいるわ。了解、援護に向かうわ。というか倒さずに牽制していればいいかな。倒して敵の車両数を奪っていくのもありっちゃありなんですけどね。こればかりはどれが正解かってのが分かりにくいですからね。相手の選んだ国によってある程度の出せる車両数は分かるから、柔軟な対応していくしかなさそうだな。車両数で圧倒的に多いのはソ連だけどね。さすがバイアス国家って感じ。てか倒すなら挟み撃ちした方がよくね。姿が見えるなら砲撃支援ペッペッできるかなってね。対空車両といえども慢心していると倒されるで。じゃあ砲撃支援ペッペッだけして逆側から回り込むかな。ただ C 拠点からの狙撃が怖いけど。相手は C 拠点から流れてくる傾向にありますからね。もし C 拠点から狙撃されてステニキが倒されても、バックアップとしてアルニキを出してもいいからの。バックアップで行くことは可能だけど、チャーチルに乗り換えたから援護は遅くなるで。ステニキはまだ1デスもしていないので、ステニキが来るまでの間のバックアップって考えでいいかもですね。次出すとしたら T34-57 があるからすぐ向かうことは可能だね。やはり課金車両の T34-57 1943と T34-57 は優秀ですな。課金車両の T34-57 1943は車体走行が若干多いから、アメリカの 76mm なら弾けること多いから優秀。ただ車高が通常の T34-57 よりも高いのが一バレする要因ではありますけどね。あとは気のせいか若干手出しの速度が T34-57 の方が速いような気がする。さて、砲撃支援ペッペッサーチは空振りになったけど、いるとしたら右側のくぼみだな。いてて、めっちゃ待ち伏せしてるやんけ。やべえ、砲塔旋回しなくなったわ。だから無理に攻めなくてもいいのに。だってキルしたやん。おい、誰かこのバカをどうにかしてくれ。ってことで T34-57 でサイド出てきたけど、 B 拠点に煙幕巻かれているな。チャーチルが B 拠点内にいるから倒してくれメンス。側面向いているからワンパン可能やね。ナイス。敵の巻いた煙幕を使って B 拠点取っちゃいますかね。そしてそのままチケット切れで戦闘終了。1戦目はちょっと予定は狂ったけどなんとかなったな。ってことで予選敗退は免れた。やはり A 拠点と B 拠点が重要だな。ってことで次回は準決勝の動画となります。ってことで今回はここまで。さよなら。